はようございます。起きてた？起きてるよ。やばい、あのね、あ、髪の毛が、はよう、おはようございます。暗い。はよう。めっちゃ寝起きだよ。なんか目充血してるかも。ちょコンタクトしてないけどさ、全然見えんないよね。はよテンション低い。いやって朝からウェーイみたいなのだったらやばくない？ウェーイ、おはようおはよう、はよう。どんな顔してんの？ああ、こんな顔してる。寝れなかったの。いや、なんかね、お風呂入ってで髪の毛乾かしてたのは記憶あるんですけど、めっちゃなんか湿ってて、でなんかドライヤーそのままでなんか多分乾かしながら寝落ちしたんですよ。でなんかめっちゃなんかねなんか変なんですよ、私の髪の毛今。なんか若干湿ってる。あ、なんか乾かしながら寝たいやと思って。しかも今寝転んでます。乾かしながら多分力尽きたんだと思う。ドライヤーどうなった？ドライヤーはコンセント差しっぱなしで置いてあったっ何分前に起きた？55分ぐらい、56分、うん、55分ぐらいかな。めっちゃギリギリに起きて、やばっみたいな、湿ってるみたいな、髪の毛湿ってるんだけどみたいなギリギリに起きた。ドライヤーさすがにあのブイーンでつけっぱなしでは寝ません。さすがに音が大きいので、うん、今日は朝から前髪がめちゃくちゃ伸びました。ほら、すごくない？前髪の成長がめっちゃ目が充血です。痛い。にゃ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 、朝はうにゃうにゃ寄ってしまいます。うにゃ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 、意外とみんなが起きてる。なんで？仕事？何？みんな仕事なの？ねえねえねえ、なんで？これからどっか行くの？なんで？仕事？出かけるの？
通知で起きた人いますか？もう起きてた？通勤途中？通勤途中だったの？これ通勤途中に見てるの？そうなの？夜明けですオールしたの？お仕事です。お仕事が圧倒的に多い。テストです。あ、学生さん頑張って。テスト？待って、この時期の中間テストでしょ。あ、こう、え中間テスト、中間テストでしょ。違う？期末ではなさそう。頑張って。テスト期間ってつらいね。二度寝しません。私はこれから、はい、あのもうちょっとしたら着替えて、あの行きます。外に外に行きます。あかんあかん。で、朝からむくみがすごくて、っていうのも多分なんか夜食食べるからかなさ、なんか食生活見直しますみたいなことを言ってさ、食生活見直せてないんだよね全然。あのなんか夜ご飯めっちゃ我慢してて、我慢っていうか、あのあんまりその食べ過ぎないようにって思うのと、野菜取ろうと思ってて頑張ってるんですけど、そしたらやっぱね、夜お腹すくんですよめっちゃ。そので寝れなくて、でなんかミニおにぎりみたいなのを深夜に作りに行くんですよ、こっそり。炊飯器の前で、私あの妖怪おにぎりマンなんで深夜になったらあの毎晩おにぎりをね深夜に作りに行くんですよ、こう。でそれをちょっとモグモグモグって食べて寝るんですけど、あの朝起きたらなんか胃の中がまだお米がいるなみたいな感じの感覚が、全然多分いないんですけど、ちょっと胃もたれの感覚、深夜に食べたら。深夜にご飯が炊けてる。え、夜ご飯の残りだよ。あのお姉ちゃんがあのお弁当でご飯持っていくんで、だいたい夜ご飯多めに炊いてて、で余ってるんですよ全然。なんでミニおにぎりをこうなんかあの大きいおにぎりはちょっと罪悪感があるから、ミニおにぎりを2個ぐらい作るんですよ。わからなくなる、わからない程度に。そうなんです。いや、あれのせいだろうな、むくむのは。今日紅茶飲んでます。今日っていうか、いつも紅茶飲んでるわ。2個食べたら一緒じゃん。確かに1個にしろよって。いや、満足度が違うから。あのね、大きい1個よりもちっちゃい2個の方が満腹感あるよ。人によるかもうダメだこりゃ。普通に夜ご飯食べたら、いや違う、あのね、こうなると誰も予想してないんですよ。まあ自分だけなんですけど、何も予想してない。
深夜に私はミニおにぎりを食べるだろうって思いながら夜ご飯食べてないんですよ。まあ、なったんですけどもうダメ。いやでも多分夜ご飯食べても消化されてまた深夜お腹が空くとき来るんですよ。大変困っちゃいます。今寒いの？サラサラしてるよ。寒くはないけど普通。普通です。今度おにぎり作りますね。じゃあみんなにも。おにぎり配信何おにぎり配信ってただ私がおにぎりを私妖怪おにぎりマンなんで。じゃあ私が作るおにぎりめっちゃ美味しい。自分で言う自画自賛しますけど本当に美味しいんですよ。なんかねその日のなんか夕飯をの余ったのをあ中の具とかにするの。鮭が余ってたりしたら焼き鮭とかそしたら鮭とバターと醤油でバター醤油鮭おにぎりみたいなの作ったり。なんか自分で作るおにぎりってなんでこんな美味しいんだろうね美味しくない？作りたてだからかな、握りたてだからでしょうか。めちゃめちゃ美味しい。ちゃんとなんかそう考えるの。めっちゃ美味しいの。本当に美味しい。売れん売れるかなって思ったけどなんか売れるほどのそんなにいいものではないかもしれんけど形は丸ってかもう握りつぶすもうなんかもう綺麗な三角と形とかこだわらない。もう食べるの優先だから握りつぶす。綺麗に握りつぶす。私が作ったら美味しい。いやでもね、いやでもね適当だよ。おにぎらずは作ったことある。いや私ねこれも言いたい。おにぎらず握ってるやんみたいないやおにぎらずって握ってません？どこら辺がおにぎらずなんでしょうか、教えてください。おにぎらず握ってますよ。あれはもうあれはもう握った商品だ。これは言いたい。おにぎらずという名前なのにもかかわらず握っていると思う。あれは握ってない。あれ確かに握ってなさそうなことをこうよそってますけど、いや握ってますよ。あれはあのラップで巻いててさ、あれでしょ、なんか具がよく見えてさ、こういう何ですか、長方形のなんか平べったい布団みたいな形のやつですよね。
握ってるよ。もうおにぎらずっていうのはもうお茶碗によそってこうやって食べるものはおにぎらずと思うんですけど、よく見るこれはおにぎらずですってこう言われてるもの、あれは握ってる、あれはおにぎりだ。っていう私の謎の考えがあります。握ってないのかな、乗せただけ、乗せただけなのかな。作ったことない。心臓痛、うわー痛い。鼻折った、心臓痛、笑ったら心臓痛かった。心臓痛いな。そう、なんかこう時々ギューンみたいな、ならない、成長痛。心臓めっちゃ痛い。あと心臓って本当に左にちょっとあるんだなっての実感する。うん、若干左が痛い。うん、物理的に痛い。なんかそんな、うん、なんかキュンキュンするみたいなんじゃ全然ないです。あの締め付けられてキュンキュンするみたいなんじゃなくて、普通に痛ーみたいな。胸キュンじゃない、胸ギュン、もう胸ギュー。胸ギューです。あ、多分そう、心臓の近くの筋肉がなんかなってます。人間ドック行きたいんだよね。人間ドック、まだ行ったことないんだけど行ってみたい。心電図って何？心電図ってさ、小学生の時にやった記憶あるわ。なんかさ、上半身さ、服脱いでさ、なんか暗闇で写真撮るやつでしょ？私なんかやった記憶ある、体育館で。合ってるかな？これ心電図なのかな？これ心電図じゃないのかな。私あれ何やったんだろう。違う、あれ何、何やったんだろう、私分からん。レントゲン、あ、レントゲンなんだ。レントゲンと心電図は違う。私めっちゃ覚えてますあれの記憶。そう、暗闇でなんかライトに照らされて写真を撮るっていう、写真って言ってもそんな、あの、なんだろう、すごい本格的な。うん、懐かしい、そういう学校のやつ。うん、記念写真じゃないよ。どういうこと？レントゲン写真集出したら売れますか？私の骨みたいな、骨フェチの人にさ需要あり。私の中村舞のレントゲン写真集、背骨みたいな、これ背骨、私のなんかスケルトンみたいなさ、
骨がさこう本当に大丈夫、それ需要ありですか、需要ありなのかな、骨まで見えます。肉あるやつも出して、ちょっと待って、肉あるやつ、つけると雷打たれて透けましたみたいな写真集、なんかちょっと生々しいな。骨まで愛して、いやいいよ骨まで別にマニアックでしょ。でもなんか生きていたんだなって、なんか形に残るね、よりなんかすごい生きていたんだなみたいな、図鑑みたいになりそう。あ、こういうなんか恐竜とかの図鑑みたいな感じで、あ、こういう生物いたんだなみたいな。なんで過去形な、いやなんか私のその500年後とかに図書館とかで小学校の図鑑としても発売されてるみたいな、あ、中村舞っていう人間いたらしいよみたいな、骨の写真集みたいな図鑑みたいな、もう感じになりそう。え、今何時ね、あのさ、ツイートしようと思ってたんだけど、7時24分、7時24分らしい。半ぐらい、いつも半ぐらい目処で、あ、でも全然時間とかあれやわ、適当やんな、いつもランダムやんな、起きたショットじゃないよもう選んでます、昨日撮った写真かな、昨日撮った写真載せます。私のさ、なんか悩みでさ、ツイッターで写真あげるときさ、なんかなんだろう、めっちゃずれたりすんの、こう多分ツイッターが顔がここだってなんかピントを合わせてくれるんだけど、こう自然とそのピントがめっちゃ全然ずれてる時があって、まあ開いたら全然写真わかるんですけど、開かないとなんか流れてくるタイムラインとかに流れてくる写真だったら、なんか微妙に切れてるみたいな、あれがめっちゃね、え、わかる？なんかあれがめっちゃなんかどうやったら治るんだろうと思いながら、最近縦長になったね。その最近縦長になったっていうのがよく分かってないです。どういうこと？縦長になったの？で、写真。何？縦長で表示されるの？どういうこと？私がなんかちょっとずれてたりしても、そうなんか勝手になっちゃうので許してください。アップデしないからだよ。
そうなの？アップデしないからなの？そうなの？え、そうなの？私のせいか？あら、あららら、らこのじゃあ絵文字を選ぶのに相当時間をかけます。すまん、猫なんですけど。本体はアップデートした方がいいよ。え、携帯？ iPhone のアップデートですか？なんか通知が来たの。いつもは見ない通知が。割と最近になんかアップデみたいなの来て、定期的にアップデしましょうみたいな。さあ貯めたらさ、めっちゃ時間かかるじゃん、のアップデートの時間が。もうあれが嫌すぎてさ、本当にしよっかな。 OK、ファンにつぶやこう。今しよう。え、使えなるくない？携帯。寝るときにせなな。食べないで。投稿時間予約、そんなことできるの？投稿予約みたいな感じ？やったことないんだけど。でツイートしたら終わります。朝からすごい皆さん忙しいのにね、朝コメントしてくださってありがとうございます。見てくださってありがとうございます。ね、朝ごはん何？おにぎりかな。おにぎり、妖怪おにぎりマンだからな。バチバチに握っていくよ。おはよう、おはよう、おはよう。じゃあ顔眠たそう。本日も頑張ってね、頑張ろう。ほんと7時半よ、ありがとう。30分らしいぜ。ちょっと待って、ツイートします。はい、2枚です。この写真は昨日昨日撮った写真です。船の楽屋から横に出たところで撮りました。ちなみに若干海が見えます。外で撮りました。外なのかな？船の外から撮りました。これをじゃあツイートします。3時1分になっちゃった。もうこの写真のズレが気になる気になる。はい。投稿しました。よし。ということで、皆さんそれでは頑張りましょう。絵文字好き、嬉しい。絵文字頑張って選びようよ。とリアルタイムにツイートされた？されました？見た？
ということで、皆さん朝からありがとうございました。お仕事の方も学校の方も頑張ってください。そしてお出かけする方は楽しんでください。今終わって仕事から帰ってきた方はゆっくり 寝るか楽しく過ごしてください。ゆっくり寝るのかな。まだね。私も準備して家を出ます。それでは眠い。眠いよ。今日も一日ファイト。バイバーイ。バイバーイ。いってらっしゃい。いってきまーす。3、2、1、0、9。頑張ろう。